おはようございます。ももチャンネルです。今日は生姜の植え付けをやっていきたいと思います。ポットに生姜をまいてから1ヶ月半がかかりました。1ヶ月半ぐらいするとこのぐらい発芽するようになります。それでは生姜を植え付けていきたいと思います。生姜は2、3回土寄せをしますので、最初少し深めに植えてもいいと思います。このぐらいですね。そしてポットを出します。はい、根がよく回ってますね。ちょっと深めですね。深めに植えて土寄せを2回、肥料をやりながら土寄せをします。最初はこのぐらいでいいと思います。はい、そして間隔的には二の足の50センチぐらいを開けていきたいと思います。はい、入れていきます。で、生姜は今2つこう植えましたけども、生姜は1つ入ってます。で、このように2つ芽が出てますね。これはなぜかっていうと、生姜の両側から芽が出た証拠になります。生姜の芽の広がり方なんですけども、横に広がって増えていく生姜の性質があります。ですからスペース的を考えて十分間隔が取れない場合は生姜を横にして植えてください。そうすると生姜が横に広がっていきます。これをこういう感じで縦に植えますと横に広がっていきます。そういう性質がありますので、スペース的にもし余裕がない場合はこういう風に畝に対して縦に植えてもらってもいいと思います。はい、それでは土寄せします。はい、もう1個植えていきます。これが50センチですね。2の足の50。はい、で本当はね、根をばらせればわかるんですけど、こういう感じで縦と横、そのラインを見てください。土寄せをするので私はこういう感じで縦に広がるように植えていきます。そうすると横に広がってしまいますと風通しが悪くなったり、その後管理がちょっと草取りなんかもしますから、管理がしやすいようにした方がいいと思います。もう一度植えていきます。はい、これなんかも分かりますね。おそらくこれは植えてもらうとこちら方面、外方に増えていくと思います。はい、これで50センチ間隔を空けます。はい、向きを考えて畝に対して縦になる。はい、このように植えて、またこのですね、二の足30センチぐらいになったら化成肥料をまいてもらって土寄せをします。そして7月後半から8月にもう一回同じことをして、早ければ8月の中旬から9月の初旬あたりから収穫、はじかに生姜として食べられることができると思います。で、これはひね生姜ももしかして運が良ければひね生姜が残って、それをもみ柄とか、腐葉土なのでくるんでうまく冬越しできれば、そのひね生姜も来年使うことができますけれども、なかなか難しい、農家の方でもなかなか失敗しますから、挑戦があったらやってみるのも一つの手かもしれませんね。はい、今日は筆生姜、三頭生姜とも言いますね、それの植え付けを行ってみました。ご視聴ありがとうございました。